早いわ。モンキーでいいかね。23メガネがいいんだね。メガネでいけんのじゃいいや、真ん中持っとかないといけない。効きすぎるいうこと？効きすぎるブレーキが。ああ、マリ出した。なんか今音がしまうんでしょ。ええ音が。しかも力入れて。どうかな。タイヤつけたらもうちょっと変わるな。うん、あってる。こっちも硬いっすよ。まあ、まだ使ってみてるね。あ、まうまう。お、軽くなったぞ。お、だいぶついとる。おお、すげえ軽い。ぐる、あ、あ、今、また元になった。ええの？あー、軽い軽い。しばしゃ、ブレーキは向こうってねえや。ああ、聞ける聞ける。もうこれくらいしか調整できない。
おー軽軽い。一発目がどうしてもな、あと調整力か、これマスターシリンだとどなんかどがなっとった。なんかクラッチマスターで普通のブレーキと一緒だった。いやいや、これなんかこう押すとこが押すとか回るなと。回るな。ちょっとするとな、クラッチマスターとブレーキホイールシリンダーってあのマスターとピストンの中でちょっと違うかな。あ、それは違うんだろう。で、穴を塞ぐ位置が違うけど分かんない。できる、もうこれ以上できる。一発目どうしてもクラッチと同じじゃない。ピストンの長さが違うんよ。ダブったのですよ。ピストンの長さが、正直戻り穴があろうが、うん、上戻り穴が、うん、あれの位置が違うけカップがな、遊びを取ったらつついたようになるんだよ。マスターシリンダーじゃないんだけど、あれは思うから。これ以上取ったら今度はドラゴンが来るっけ、行くようになるっけ。もうこれこのマスターシリンダーをあのシリンダーの回転には熱湯になるっけ。最初のやつで、タンデムになって、下の部分のスリンダーをな、止めての、ネジから止めての、痛いんですけど、押せないって。そしたらピストンの長さが違うんだよ。それだけ、カイルポートの方のピストンのカップがな、足らないんだけど、当てたやつ。ブラッチはもう関係ないんだよ。ブラッチで、ブレーキ。ブレーキましたよ、違うんだよ。それはまあ、ようわかる。うん。それだけ、ブレーキマスターを拾ってくるというか、あれすれやが違う、あのだいぶ違うじゃない、もう用なのはずよ。一発で取ったらはずよ。これじゃ行きまん。いや、それじゃ行きゃ危ねやわ、うん、それじゃ危ねやけど、やっぱりマスターシリンダーを拾ってくんね。持って箱外して外すときにはあのマスターシリンダー拾ってきたらどうだ。ごめん、ケアのやつ。いや、だからものすごい大きくなるわ、今からな。うん、コマの下がってた。向こうどれくらいのあれがある？ん？余裕が。いや、余裕はそれも。余裕があるんだろ、この長さ。いや、それは、余裕がないんだよ。で、これじゃ。